トモハッピーです。はい、皆さんこんにちは、ハリラブの松村です。ということで今日はモダンホライゾンの発売日の翌日、はい、土曜日、はい、なんでそんな土曜日を祝ってんだって感じだけど今回のセットすごいですからね。レガシーとかでも熱いよね。ついに出ちゃったね、モダンホライゾンね。まさかスタンダード経由しないセット、ホライゾン出ちゃう今日の出来にも早速、はい、もちろんたくさん入ってるんですけど、本当にレガシーでもあの基本付けしか持ってこれないベッチランとかもうバリバリ活躍してて、早くレガシーもやってみたいなと思ってる。いいよね、バックトゥーベーシックとか、まあ、エール使いやすい。確かに確かに、すげえその辺のカードがもう軒並みなんか高騰する可能性もあるよね。そうですね、うん、放送ウィルの新しいやつ、放送ブルーネゲンション放送ブナットなんて青い放送ブネゲンションだった気がする。放送ブネゲンションもかなりウィルのツイートとして熱い、めちゃくちゃ熱いよね。結構なんか高額ついてるよね。そうですね、ね、絶対4枚欲しいもんだって。いや、単純にウィルの追加が入るのかなと思ったんですけど、普通のキャストが3枚だって軽いんで、ウィルが3枚でそれが2枚とか入ってたりとか、そういう変化も今後あるんだなってことでね、あのタイトルの通りなんですけど、はい、まあ、今回はあのモダンの、もうワクワクしながらね、早速モダンの最新デッキで対戦しちゃうっていう回でお送りします。僕が使うのはホガークバイン、墓地を使った、ね、高速かつ結構根強そうなデッキです。すごい、まあ、正直名前弱そうなんですけど、はい、めっちゃ強いホガークってもうかなりの注目カードだもんねそう、なんといっても名前が可愛い。今一番じゃないですかね、ちょっと瀕死カード出るんじゃないかみたいな噂までもう出始めてるぐらい、あまりに勝ちすぎててちょっとびっくりしちゃったっていう、ね、っていうね、全然ボチリオコンボとか使ってるイメージのない僕がそれで、ツム剣のデッキがウルザコンボ、あのソクターと弱者の剣、なんか正常の姿勢で、で無限トークン出せるデッキなんですけど、そこにウルザが加わると無限マナまで加わって、まあ、大体その単中で勝つことができる、やりたい放題状態が築けると、無限ライフ、無限トークン、うん、無限マナ。はい、ってことでワクワクしながらモダンホライゾン入りモダン対戦いってみます。お願いします。お願いします。ダイスロー、え、おお、勝ち、先行、トモハッピー先行で、すげえ、こんなに来るね、はい、ある、さあ、はい、じゃあ、お願いします。はい、お願いします。はい、というわけでこれから1ゲーム目やっていくんですけども、はい、ちょっとね、今回からコンバットのね、見た目が変わってます。よりシンプルな形にして、盤面マジックのね、魅力的な盤面とかカードが綺麗にね、大きく見えるようになってますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあ早速いっちゃいましょう、はい、お願いします。お願いします。で、ダイスカッターでトマピー先行からいきます。今日あれだよね、ロンドンマリガンでやっていくんだよね。あ、そうです、うん、新マリガンでやっていきます。もうじきね、正式に採用されると思うんだけど、ちょっとね、ちょっとダメそうな感じはしますよね、うん、はい、早速ね、来ちゃいました。別にこれ組んのはいいんだけど、こういう系が来すぎなんで、ちょっとマリガンします。はい、こちらキーカード早速1枚あって、まあ、あとちょっとこの2枚キャントリックってちょっと、コンボには関係ないんですけど、まあ、松川さんがこういう薄めな味は受け入れてたと、積極的に強い気持ちで受け入れてたと言ってたんで、はい、ちょっと土地が多めなのみたいな感じになりますので、キープしたいと思います。じゃあ、ロンドンワリガンなんで7枚まず見て、キープできたら1枚戻します。お、これはありかな。はい、普通にバランス良さそうなんでキープします。はい、で、1枚戻すと、これ1枚戻さないで始めちゃったらどうなのそれは僕はジャッジを呼ばなきゃ。怖いよね、みんなね、そう、もしかしたら起こりうるんじゃないか、そういうこと。本当に回数はちょっと書いておかないと忘れやすい。これか、はい、これ戻します。で、ダウンセットランド、血染めのぬかるみ、はい、で、起動、血残し、で、これ、角目から1枚
1日で出したとき、はい、出たときか死んだとき3枚出てるんで、これ3枚続けました、はい、勝敗が落ちました。こっちここにするか、4匹かね、こっちここにします、はい、終わりです。ボタンを追加さいから出られる、はい、アーティファクトコンボ定番の動き、そこから出して、はい、終わりです。どうだろう、はい、傲慢な神聖師出して、うん、ゲニエン下げて、インプインプ捨てて、ストレッチ発掘、お前どう違う、復讐打ったと、橋と信仰なき物あさりが落ちました。で、その状態から馬出して、復讐打ったまでかけたら、ボタンです。ご紹介いたします。で、復讐打った、戻ります。目線をまずかその状態で、黒のクリーチャー2体タップしながら、こっちカード中心に、こっちカードだけでもらって、こっちカード5枚、はい、こうして、こうなる、トランプル、召集探査でクリーチャータップしてもいいし、クリーチャータップして広間な無色マナ出してもいいし、こっちのカード1枚追放して無色マナしてもいい。でもその代わり通常のマナを支払ってとなることはできないから、ここら辺のマナを足してっていうのは無理。絶対クリーチャーは経由しないとか、絶対、だから黒か緑のクリーチャー2体いる状態じゃないと絶対止まらない代わりに、めちゃくちゃ速いっていう2ターン目ですか、これやばいね。2ターン目にこの場は結構な図できたね。ダックはい、すごい、あちらちょっと待って、やばいね、終わりです。もう次のターン勝たないとまずいんじゃない、OK、次のターンは100億パー物理上2ターン目だもんね、2ターン目これか、激しい。ちなみにホガークは伝説のクリーチャーなので2体は出ません。あ、伝説なんだ、うん、盤面レベル15点、恐ろしい。フェッチランド使えないのもね、そうご機嫌、こんな本命になろう、ご機嫌。はい、はい、見てから取り出していいか、はい、そうか、トランプルがね、そうですね、トランプルなかったらサイダーで結構タップして、もうドロー、うん、1マナでもう1体こいつ出して、はい、3枚取ります。確か強血鬼落ちるとこれだけど、とりあえずありますので、なんかまた唱えられるし、初敗はまた唱えられるし、こいつで墓地落ちたらゾンビと3枚ついてるから全部でアタック、じゃあ墓地を敗取って残りの13点3枚かかる、残り3です。初敗が墓地に落ちたんで、読みからの橋の効果でゾンビトークに出します、はい、ご紹介を行います。はい、うちの御所を置いて終わりです。じゃあ、エンドのキャラクターを一応こちらで、はい、で、下を切ってみます、はい、おお、お、いかがだった、はい、ここに、僕の嫌いな名前のカードを持ってる、うぅ、あぁ再録されたウルザズラージレージ持ってたかな、あ、そう、なるほど、デュエルデッキだね、はい、もうやることやって、あと相手の反応を待つっていういいね、このね、マジックのコンボデッキならではの半コンボ状態で押してる、はい、ちょっとここが注目されていいですか、はい、お願いします。やんの忘れた、さっきやんの忘れた、やんの忘れたけど、ホガークが強すぎて関係なかった、お入った、こっちか、
かなり弱いと思います。はい、平和の不思議だったんですけど、僕にはきっと弱者の手がついている。この辺が難しいですよね。これさっきの点と違って爆発力も全然ないんですけども、松川理論を信じて、ちょっともうこの最初の3枚だけでキープな気がするのと、はい、あ、これちょっとキープしなかったらコメントで怒られそうなんでキープします。そんなに強い、お願いします。いや、そんなに強くはない。キーカードがある。キーカードがおプレイしやすいかな。はい、汚染された三角数を切って、はい、忍ばしょ。はい、じゃあ、忍ばしょから、忍ばしょから縫い試合の供給者、はい、日本語を勉強してきたこのゲームの間に、はい、はい、3枚削ります。お、凍結機、狂気の祭壇、はい、傲慢な神聖書、終わり。お、凍結機と狂気の祭壇で強強コンボだな。狂気感じ違うか。はい、ソフター何もしていない人じゃないか。でも泳いではいるみたいな。元気、元気、息はいい。これどうなの。こいつもう1体。はい、じゃあ3枚。はい、おっ、凍結機、凍結機半端ない。お天さると三角層いって凍結機が入ってきました。まさか、またで、また強血機ブロックできないから一応こっちひねって3体ひねればいいか。もったいない。召喚用のクリーチャーはひねりとか。はい、またもや2ターン目ほっちゃん。こいつ1ターン目出たらほぼ出ますね。はい、ほがちゃん手札にあっても墓地にあっても墓地に落ちても嬉しいからいいよな、ほがくね。そう、どっちからもプレイできるんで、とにかく強い、嬉しい。で、19です。1点、タックで終わりです。次のターン14点入ります。死にかけなんだこれ。はい、すごいな、マジでこれ墓地と紛らわしいな、今回は。こっちよりこういったスタンダルジャクションを置いて、こちらも学ぶ限り1ミリトークンとゲームができるということです。強いカードを引く確率上げたい。塩、忍ばしょ、待って。はい、トリックチャピンさんみたいな置き方をな、これ1マス1マス1枚置いていい、ドロー。おー、え、アルタ、あ、ごめん、伝説だった。ホガーク追加かと思ったら伝説だった。こんなの2匹出てきたら誰でやるわけわからんね。だから、まあ、狂気の祭壇で何回も出すんだろうけど、とりあえず殴るか、とりあえず殴ろう。はい、で、ブロックイッチャー指定前に起動して先に返す。 OK、 で、トークン11が出たんで持ちから。はい、強いよね。1点ゲージで20。はい、で、ブロック OK、 強血機が出られました。12点、8です。とんでもない。汚染された三角素をセットして、はい、失礼し、失礼でもない、失礼じゃありませんでした。はい、吸血鬼戻します。で、精神の書き寄せ、超過コスト2で打ちます。はいはい、お互い2枚捨てます。新しいモダンホライゾンのコモン、これはスタンダードにあってもいいじゃないか。お互いですよ。まあ、私お互いだからスタンダードちょうどいい、ね、健全だよね。2マナでお互い2枚捨てる、そうしてるし、自分が悪用するようです。で、
こっちはコレステマス、ホガークとインプ、はい、こっちはテラリオンとチューブ、はい、はい、終了。また僕の嫌いなやつマス、あの嫌いな名前のやつ来てる。この2枚捨ては今回あんま刺さんなかったな。盤面かなり劣勢ですけど、鋳造所コンボのとき一応金を単は多分しないと見た目上は多分大丈夫ですね。多分スタとか決まるそうね。スタ来ても、まあ、スタに引き手るわけは大丈夫です。うん、見た目ほがなくからスタとかすごいな、さっきのね。しかも結構両方持ってるか、墓地に落ちてれば結構出やすいね。いや、すごい、本当に恐ろしい。あのな、4回回復するからライフ12になりつつ1体ブロックだから、見た目上はこっちが勝つのかな。ホガークだけ通ってライフ回復すると差し引きでちょっと減るみたいな。で、あとインプドレッジします。なるほど、これで新婚期物語かもしれない。おっ、5勝敗、ホガーク、復讐歌、はい、しました。これはいいな、強いね、ソフターコンボね。そうですね、ちょっとホガークさえいなかったら完封できて、ちょっとトランプルが強すぎて、もう早く決めないといけない。とりあえず、はい、投げますか。やった、はい、やった。足は今もないしないんだよね。ちょっとブロック刺してやばい起動はするんですが、うん、じゃあテラリアカナで使って、はい、じゃあ後ろで残り2マナで、はい、1マナ使って1個出して帰ってきて1点して消えて、はい、で残りの1マナで出てきて、はい、でまた出てきて残りが10です。はい、で、そう、もう1回使って11マナで、はい、でブロック入りたいです。はい、これでこういった3匹とお進化5点トランプルと2点7点5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 点
じゃあこれを置いて、氷結機、氷結機で、はい、終わりです。お、名前ご紹介返さず、はい、お、今の場合なんで、はい、お友達がプレスしてで、こいつの能力でアーティファクト1個タップすると青マナが出る。はい、で、これをタップすることによって青マナが出て、それを、はい、使うと投票が増えるんで、はい、このループごとに1マナ増えていく3段目で、これを素晴らしい、もう1回繰り返す、無限トークン、無限ライフ、無限マナ素晴らしい。で、無限マナして、はい、逆にプラス5を振る、ご機会押してください僕もスタッフの手、そういうやついらない、そういうやついらない、トークン5億体用意してください。これ、このライフカウントアプリいくつまでいけるんだろう、ちょっとやってみて、検証してみて、YouTuber だしおーおー、すごい、結構いける、100いけたな、100はいきそうです、連射の番組、連射の番組おー、いけた、結構やれるやつです。ちょっと、1000までいけるってやってみよう、スムケンやってみて、遅いな、ちょっとゲームセンター通ってなかったんちゃうか、通販にこうだ、あー、絶対おらんない1000はいけるか検証します、急遽マジマジ急遽始まったハレーレコンバット検証企画、何の余力状態大丈夫です365体じゃ今度検証はまた今度しよう、じゃ365体出てます、はい、はい、365体365体なるんで、はい、1年の日数と一緒だねうん、切るちゃう、はい、いっぺんにやっていいですか、はい、じゃあ大丈夫、これして好きな方はい、でそれをガンガンとデザイアと一緒です、やってんの、はい、で全部やってればいい、正式にやると1回ずつなんですが、はい、今回無限マナなんで、はい、ちょっと、ね、1枚だけ残してもらえる、あ、じゃあ山下り1枚残して全部めくりまして、あ、いや、ちょっと途中でやばいと思ったら大丈夫かな、まあ大丈夫か
あ、ありました。あ、こちらすごい。で、これ、こっち以外は全部唱えることができて、正式にはちゃんと1回ずつやんなきゃいけないんですけど、ちょっと今回は端折りまして、ドロースルーアーティファクトを唱えてもらえない。そうですね。それだと僕、あの意味でしまう。唱えなくてもいいんだね。そうですね。エルザーね。はい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 。なるほどね。で、出てきて、この時の場面来た。時の古い。はい。これが出てると、はい、デッキ1枚だけ。1枚。時の古いで、ターンを得まくって。そうですね。まあ、1回ターンやれば、大体勝つか。そうですね。まあ、もう無限トーク365体出てて、はい、ちょっといなくなってますけど。はい。で、多分5匹、もう5枚作っても致死量あると思うんで、はい。で、僕1匹引き下げて、追加のターンを得て、はい。レイルコールして。はい。負けました。じゃあ365点ダメージ受けます。マイナス、あ、マイナスもいくんだ。はい、ありがとうございました。はい、ということで対戦終了しました。いや、これやばいね。結構モダンのなんか新たな可能性を感じまくっちゃったね。ちょっとホガークさんはちょっと、うん、想像を超えてましたよ。今回のゲームだけでも十分恐ろしかったんですけど、あそこにアルタ、狂気の祭壇が絡むと、3ターン目にして相手のライバリーも絡んできて、ね、ホガークと狂気の祭壇と、ヨミカルの橋が墓地に2枚あれば、多分無限にトークン出しながら、それだけで無限に削れるんだよね。循環していって、うん、それだけで相手の山札を削れる。すごい。やっぱこの祭壇にそこまで依存して祭壇引かなきゃ勝てないようなデッキだとあんなに勝たないと思うんで、やっぱこのプラン B がしっかりしてるみたいなこのデッキのいいね、いいところかなと思います。ふむけんの方はどう？僕の方もやばいけど最後ちょっとまさかマジックで連打ゲーをすることになるとはねえあんな展開だと思う、はいはい、というわけで今回この無限マナコンボ使ったんですけど、これけどウルザが思った以上にやり手だなと思ったんで、サイとかともうまく絡みますし、サイもいいよね。そうです、サイとウルザが揃うと結構お手軽にドローできるようになる。ちょっと、いろんな汎用性があったりするのかな。タイというよりはちょっとウルザさん、僕名前というかこいつが作ったカードは嫌いなんですけどウルザの塔とか嫌いなんですけどウルザさんは大好きです、はい、本当にね、すごいカードいっぱいある、ね、やばいな、なんか作るな、マジで。はい、って感じで、はい、はい、今日は僕、トマッピーと、はい、アメリカフルのツーラーでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。